北海道大学博物館コミュニケーション特論1学生企画イベント2019公式 PR ムービー第0回はじめまして、北海道大学大学院修士課程1年の森本です。この動画シリーズでは北海道大学総合博物館の紹介をします。私は昨年、北海道大学総合博物館ミュージアムマイスターに認定されたことから、シリーズ最初の案内をさせていただきます。北海道大学総合博物館は、北海道大学の今昔の学術研究の成果を社会に公開する施設として、1999年に開館しました。3年前にリニューアルし、今年は開館20周年を迎えます。北海道大学総合博物館へのアクセスは札幌駅からは徒歩15分、最寄りの地下鉄南北線北十二条駅からは徒歩10分、北海道大学札幌キャンパスのほぼ中心に位置します。北海道大学の観光スポットの一つにもなっており、どなたでも無料で見学できます。現在は365日オープンキャンパスとして、北海道大学の12の学部といくつかの研究施設の最先端の研究を紹介しているほか、札幌農学校時代から100年以上にわたって蓄積された貴重なコレクションの一部を展示しています。休憩スポットとしてご飯もスイーツも美味しいカフェポラスをご利用いただけます。この北海道大学総合博物館では毎年講義の一環として大学院生を中心に学生発案型の企画を実施しています。この動画は企画の広報活動の一環として制作されました。企画の詳細はこの後の動画でお知らせします。ここからは学生による企画会議の様子をお楽しみください。それでは引き継ぎまして、学生の会議の様子をお送りいたします。この講義は、北海道大学大学院にて開講されている、博物館コミュニケーション特論1という講義です。内容としては、現状の博物館の課題点を改善し、良い点をよりよく表現できるようなイベントを、学生主体で提案、企画、実行するものとなっております。週に一度の講義に、ご覧のように学生が集まり、博物館のことを考えながらイベントを企画し準備しています。この動画の撮影時点では企画内容の大枠が確定し、その先の具体的な内容について会議しています。今年の企画はこの講義の参加メンバーがそれぞれ得意分野に関連する展示物の前に立ち解説を行うんですが、お客様に誰の解説を聞きたいか選んでいただくというシステムを採用しています。この指名制のシステムが僕らは画期的だと考えていて、大学生らしいお客様との距離が近い解説を行うこと、こちらも重視していこうと考えています。現在はまだ企画のタイトルや具体的な日付は決定しておりませんが、7月上旬の土曜日を予定していますので、北海道大学総合博物館へ足を運んでいただけると嬉しく思います。また続報をこのチャンネルにてお伝えいたしますので、ぜひ他の動画もご覧になってください。それでは本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。興味を持っていただけた方はぜひ続報をお待ちください。